こんにちは。この哲学の絵本の中の人、ジュリオです。皆さんはバカロレアってご存知ですか？日本の大学入試共通テストのような、フランスの高校生が大学に入る前に受けるテストのことです。そのバカロレアに哲学のテストがあるので、今回はそのお話をしたいと思います。バカロレアはナポレオン一世の時代、19世紀の初めから行われている試験です。バカロレアにも日本の共通テストと同じように複数の教科があります。フランス語、そして数学、歴史地理、外国語、そして哲学があります。この哲学の試験は文系の学生はもちろん、理系の学生も受けます。最近フランスでも教育改革が行われたそうですが、哲学が大きなウェイトを占めていることには変わりがないようです。この話は坂本隆先生のこの本、バカロレア幸福論に書いてることを元にしています。バカロレアの哲学試験は毎年6月に行われます。試験時間は4時間です。問題は3つの問題から1つ選んで書くのです。例えば今年のテーマの1つは、芸術活動は世界を変えるかでした。一体何を書いたらいいか分かりませんよね。でもこの哲学試験には考え方、書き方のパターンがあるそうなんです。坂本先生によれば、この考え方のパターンを学ぶことこそが哲学という教科の目的だそうです。それは坂本先生の本を見ていただくとして、とにかく高校生は3年生になると1年間哲学の授業を受けるそうなんです。だからフランスには実存主義に続いて構造主義とかポスト構造主義とか新しい哲学が続々と現れたのでしょう。日本では文系の学生も数学を勉強すべきだという意見が強いようです。でもむしろ文系の学生も理系の学生も哲学を学ぶべきではないでしょうか。そして共通テストが始まるときには、やたら思考力とか応用力とか言っていました。だったらバカロレアのような哲学の試験をやったらいいのにと思います。バカロレアで出題される哲学者のリストを見ると、この哲学の絵本に登場した哲学者がみんな入っています。ただし残念ながら日本の哲学者は入っていません。この哲学の絵本にフランス語の字幕をつけたら、フランスの高校生のお役に立てるかもしれませんね。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。